皆さんこんにちは。今回はですね、あざみさんに女性に対するトレーニングのアプローチをちょっとしていただこうと思うんですけども、皆さん大好きお尻のトレーニングをやっていきたいと思いますと、はい、女性の方ってお尻でかい方がいいじゃん。そうだと思います。なんか違ったちょっと違うかもしれない、まあ、いろんな派閥がありますけど、それも一理あります。お尻をでかくしたいなって、まあ、プリケツにさせたい女性のが多くって、やっぱりインスタグラムを見るとやたらとお尻のドアップの写真とか、まあ、ツイッターもそうですけど、まあ、やっぱお尻大好きなんだということで、またあざみさんにどういうふうにアプローチしていったらいいかっていうのを、今回の動画を見ればわかります。お尻を鍛えたいからブルガリアンスカットやりましょうっていうふうにいきなりこっちをやらせる方多いと思うんですよ、まあ、僕もそうだったんですけど、これは自分のどういうふうに動いたらいいかとか、そういう動きだったり、自分の特性が分かってからでいいのかな。これは一番最後にやってもらいます。あえて持ってください。あえて一番最後。前段階で初心者の方とか、特にジャンプですね、うん。ジャンプだけしてもらって。そう。ジャンプから立ち上げていく方法があるよっていうことだね。うん。初心者の方はこのジャンプだけでもう十分きつく。そう。これだけ。発達する。すると。ジャンプの次に、また片足ジャンプ。そう。ブルガリアンスクワットのジャンプ。ブルガリアンジャンプって言ってるんですけど、それをやってもらいます。はい。で、最後に、ブルガリアンバーベルを担いでやってもらうと思います。じゃあこの3パターンで今回も締めていきますと。じゃあまず自分が手本にしたいと思います。両足っていうのは結構しゃがみ込まないと上にジャンプできないですよ。片足だとけんけんぱの要領でこんなもんです。しゃがみ込めない。これを10回。これお尻入るんですね。これもこれだけでも普通の人だったらお尻に入る。初心者だと思います。初心者。1、2、そうそう、3、4、5、6、7、8、9、10、OK。 じゃあ反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、OK。 これで何を分かっていただきたいかっていうと、片足の場合高いところで反発しようとするんですよ。これが大事です。両足だと低いところで反発しようとするんですよ。で、高いところで反発するとお尻使うんですよね。だから陸上選手とかって片足で踏み込むからお尻が発達する。でバスケとかってこうシュートするからこの辺が発達するって、結構スポーツとかにも体の影響に出やすい部分だったりするんで、でこれを基礎にブルガリアンスクワットまでつなげていくっていう流れでやっていきたいと思います。じゃあ初心者の本当に最初の方はこのジャンプだけやってもらうっていうのでもお尻って効果きますね。こう来るといいですね。なんかいきなりバーベル担がせるのちょっとヒヤヒヤするじゃないですか。そう高いところで反発するようなやり方のジャンプを思いっきりやるみたいな。やってケンケンパのケン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 、これが第一段階です。じゃあ第二段階なんですけど、ブルガリアンスクワットにこういうふうに台に足乗せて、こうすると難しいんで、こうでいいです。で、この時に足がなるべく開かないように、ちょっと閉じ気味にしてほしいです。ここで、けん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 ってやってほしいです。足全体で振ってほしいですよね。つま先で反発すると膝で反発しちゃうので、あえて足全部で踏み込む。で、なんで、ブルガリアンスクワットは実際こうやらないじゃないですか。こうやるんで、この反発で、ポン。こうやってやると、こっちの足置いてあるから、さっきよりも安定してます。これってしゃがむ深さはそれぐらいの浅い感じでいいですか？ケンケンの高さです。そう足全体で。そう高くていい。浅くていい。もっと高くていいってこと？高くていいというか、その腰が低くなくていい。あ、こういうことですか？ケンケンだ。さっきケンケンで。そう。1、2、3、4、足全体で動く。そう。7、8、9、オッケー。これは効くって。エレナさんはもう週3、4、5ぐらいですもんね。あ、そうですね、うん、そのエレナさんがこんなフラフラになっちゃうぐらいの感じなんで初心者の方はまずこれできないですか？あ、でもね、逆に力が強いからきついっていう感じ。あ、だから力の弱い人はでもできる。その人がその人なりの辛さがあって、エレナさんにエレナさんなりの辛さがある。わかりやすい。筋肉がでかければでかいほどきつい。あ、なるほど。剣剣剣奏3、4、5、6、7、8、9、10、OK。お尻かぶって感じですね。そう、お尻全部、まあかぶ。はずみがついてしまった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、OK。いや、すごい。血やばいし。今度からジムでこれやろうかな。いや、これはでも本当にあの立ち上がりの部分だから、まあアップにあるのはありです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
四、八、九、十。OK。いやこれ24キロを片手で24で持ってこってやるより辛い。辛いでしょ。意外と体の使い方がちょっと分かってくるっていうか、今分かったのがジャンプするより自然と体起きるでしょ。こんなでしょ。そこが片足利用してくれる。立ち幅跳びと走り幅跳びで効く筋肉が違うし、脳で運動神経も変わるってことかな、自然に。トレーニングやってる人って絶対こうなるの、そういう癖になっちゃう。だからけんけんぱの意識であえてやる。初心者の人ほど多分ケツに効くと。なるほど。僕もすごい効く。多分重り持ってぴょんぴょんしたらもうやばいです。だから陸上競技の選手がここプリッてする理由が、これを毎日繰り返してたら絶対なるでしょ。何時間も何時間もやったら。そうそう。第3段階としては、ここで初めてバーベルを担いだブルガリアンスクワットが入ってくるんですけど、スイスマシンがおすすめです。なんでかというと、バランスを取るっていう余計な筋肉がいらなくなるっていう。じゃあまず僕が手本見せます、はい。さっきと容量は一緒で、本当にケンケンパーの容量で、これでケンケンします。はい。これでいいですね。これでいいですね。これです。僕がしてるブルガリアンスクワットって、こうやってしゃがむんじゃないですか。はいはいはい。効いてるよね、ここに。そう。そこに効かないか。あ、確かに。どこを取るか分かんなくなってました。そうだよ。人もきついし、血も効いてるんだけど、去年から今年、頑張ってやってたんですよ、スミスマシンって重いの。股関節パーンってなって、よく指鳴らすじゃん。うん、あの要領で股関節がパーン。関節がね、パギン。パーンってなっちゃって、怖くなって。え、それは、慢性的に。いや、もう急にだよ。急に来ました。多分ゴリって、あの要は人体がちょっとゴリってたり。これやめなきゃやばいと思う。捻挫だよね。股関節の捻挫というか。かな。まあその後普通に やっちゃったんですけど。こうやってね、まあボディビルダーって人のやり方なんですよ、これが。無理やりやっちゃうの。まあそれは置いといて。ちょっと鼻振りやってみて。これで剣さっきとちょっと違うと思いますね。よいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、こっちは血に効いてるから1、2、3、4、5、6、7、8、9、OK あとお任せしました腰の高い位置からちょん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 です1、そうそうそう2、3、4、5、6、7、8、9、OK これね、言わなくても足がね、ちょうどいい位置に勝手に修正されるようになるんですよ。飛ぶために。そう。1、2、ほら、3、4。で、ここから動かるでしょ。そうですね。そう、いい。最初から気になって、OK。ああ。で、こっから加重して飛べない重さでやります。じゃあ、可動域っていうか、ここでいいですね。まずはね、ここだけで。動きを覚えるっていう練習だから、なんかファンクショナルトレーニングに近いと思っていただきたい。だから、ケンケンから始めたんですよ。なるほど。じゃあ、飛ばないケンケンで。ちょっとやってもらいます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK。1、2、3、4、5、6、7、8、9、OK。可動域はこれが、何にしてもこれですか？何にしてもこれです。これ、より深く沈む必要性は？沈むと、ストーンに入っちゃう。普段やります？ブルガリアンスカット。あまりやらない。確かに可動域増えるからお尻にもなんか関与増えるんじゃないかみたいなこと考えちゃうんだけど、やってるとお尻のトレーニングのはずなのに人がきつい。どこやってるのか分かんなくなってくる。上級者のボディービルダーだけが何とか支えられるからケツに力が入ってる。まあ動き的には上なんだよ、ケツって実は。はいはい、だから本当にケンケンなんだ。なるほど。ちょっと深くやってみましょうか、せっかくだから。ね。あ、もう来ちゃいました。もう来ちゃう。ああ、それで足ですね。足になっちゃう。これはもうやらないと分からないっていうか、申し訳ない。これだけはちょっと動画では伝われない。これ逆に、あんまり俺理屈説明してないと思うんですよ。これで。いつもあったらもっと理屈説明するじゃん。そうですね。体で分かってほしいシリーズだから、これ。これはもう匂いと同じで、もう見ただけじゃ伝わらない。やらないと。だから分かってほしいのは、初心者の方はまず腰が高い位置で反発するところから走ってもらいたいです。うん、その次に片足を乗せてブルガリアンスクワットにジャンプ。で、最後にジャンプできないぐらいの重さでやめた。腰の位置は、ね、変えなくていいです。このスミスマシンは半円を描いている鍛錬の、はい、あんま他のジムにないじゃないですか。他のジムにもあるような、例えば垂直だったり、あとスーパースミスっていうのが、はい、こうやって内側入ってくるもの。あっちもやりやすいです。これに関しては。
あ、なるほど。安心してください。皆さんのジムにあるスミスマシンで全然やれると。こっちの方、これに関してはそっちの方が多分やりやすいです。うん。これって、普通にフリーウェイトを担いだりだと思ったりで、やってもいいんですか？やってもいいんだけどね、初心者の方はね、バランスが取れないんで。ああ。こうやってもう、この軸でバランス取っていくんで、スミスだったらレールでバランス取ってくれるから、思いっきりできる。女性にこそっちの方が。まさか。多賀君は両手でダンベル持ってやった方がいいと思う。はい。あらゆる筋肉を使う。そうですね、なんかそのバランス取るのもトレーニングの一つだと思っちゃってるから、バランス取りにくい時はもうそれを鹿としてやってるでもそっちの方がね、消費はしてるから減量期とかあるかもしれないです、うん、でもやりたくないですよね、あれ一番きついですストレスなんだよね、バランス取るって集中できない、こうやって立たされるとストレスない、こういうストレスと一緒なのよ、はいはい、でも別に筋トレになってないじゃん、こうしたらストレスなくなるじゃん、ないっす、これがなんか自分の中では長く続けられた理由なの、そういう余計なストレスを排除しまくってきたっていう反発、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、うまいね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK、 重さが足りないのかな、なんかあんまりこうお尻がきたって感じがしない、あんまりしない、もうちょっと始めようじゃん、確か、うん、何だろう、私となんかその自分の意識が足りないのかな、つま先で踏んじゃってる感じ、もしかしてわかんない、ここの足の裏全体で踏む感じなんだよね、肩肉感じ、そうですか、ちょっとこう踏んじゃうと膝がやっぱ膝の方に来ちゃうんで、あーちょっと今つま先読みだったかもしれない、だから肩肩で足全体でまず肩肩する、で次にあれで肩肩する、でこうなるとみんなもこうなっちゃうんだよね、でも重心を高く保てば足全部踏めるんで、スタンスが広かったかも、じゃあこっちにしようか、多分ね足のスタンスが広すぎるとつま先で踏んじゃうから少し狭くていい、なんかあと気持ち深くいいんじゃないですか、あ、そう、はい、もうちょいしようか、もうちょい足こっち、うん、そこで頑張って、そう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 、あっ、はい、おぉ効くドンって言うぐらい、ドンって言うぐらいで、あ、こんなかかとに力こう振り締めるぐらいなんですね、今ドンって言ったじゃん、つま先だと反発しちゃってドンって言わない、だから音で分かる、今そうですね、つま先でこう柔らかくしたら質が入っちゃう、ああ、ドスンドスンドスン、そう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 、ドスンドスンドスン、キョンキョンキョン、これ違います全然違いますこういうのがね、やっぱり動画で伝わないっていうか申し訳ない、これはって感じなんだけど、でもこうそんな簡単に柔らかく落ちる、柔らかく落ちてます、最初こういう感じで、そうするとここで踏んじゃう、こうするとここで反発するから、これはすごい違いますね僕も感覚でやって普段やっちゃってるから、こうやって動画を見てる人にはなかなか伝わらないんですけど、やっぱり結局かかとに重量集まってくると削れちゃう、だからレッグプレスもちょっと気持ち、あそうだ、ね、かかとで押すような感覚で押すと効くというか、あのただねつま先に踏んじゃうとここでここが反発しちゃう、はい、でかかとで踏むと逆にここが反発できないからここに伝わるんだ、股関節が反発するか膝で反発するか、だから多分音としてはドスンドスンがケツでフワッフワがシトっていう、見た目はねビビたる違いなんですけど全然本当に違います、さっきと全然違う、全然違うよ、えやるそう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 、下で切り返すときものすごく負荷をかけて感じる、筋トレって切り返しが一番でかいから、そうそうそう、お疲れ様でした。お疲れ様です。初心者に対するそのお尻のトレーニングってやっぱいきなりスクワットやりましょうとか、フルボトムで深くしゃがまればしゃがむほどお尻に入るんですよとか、ブルガリアンスクワットはこうやって思いっきりしゃがんで配達みたいなっていうんじゃなくって、そもそもそれできないから初心者の方、ジャンプから入るっていうのは前の足のトレーニング含めてそういう考え方あるんだっていうのがすごい新鮮でしたね。可動域に関してもそうなんですけど、深くしゃがめばしゃがむほど足が回復してきて、実はお尻ってその上のこの可動域ここだけなんだよっていうのもすごい参考になったんで、僕がそのプライベートでトレーニングをしてるってことはあんまないですけど、これはものすごく有益な情報だなって思いました。自分が考えたこともないし、あの見聞きしたこともなかったトレーニングだったので、体の使い方、うん、やっぱトレーニングを始める段階でそのことについて言及してくれる人がやっぱ
いないし、ジムでこうトレーニングを最初教えてもらう、あのスタッフさんが教えてくれるシステムとかあるじゃないですか。それでもこういう体の使い方が大事なんだよって話に至るかなって思うと、あんまり至らないんじゃないかなって。いや、マシンの使い方になっちゃうんで、体の使い方が大事ですと思います。日常の動作に落とし込んで説明してくれるから腑に落ちるっていうところがあって、分かりやすい。トレーニングのことが分からなくても腑に落ちるような説明ができるから、見てる人も分かりやすいし、たくさん見てくれるし、コメントもたくさんつくっていう流れになってると思うんですよ。今後もっとね、自分も多分ブラッシュアップしていけると思うので、まあ、今のところこれが今日のテーマの中では一生懸命一応考えたやり方です。男性に対するアプローチ、女性に対するアプローチ、あと僕思ったのが子供に対するアプローチとかっていうのあったりするんですかね。子供はもうゲームやっておかしくて寝てればいいんじゃないじゃあ今日も風見先生、ありがとうございました。